うわ、来た、ここで来てしまった。ディオの息子後から、あ、ありがとう、ターシジャンクさんね。なんでそんな早いどうなんだろう。おいら1157万、おい、俺より上やん。1ヶ月前から動画見てます、ありがとう、ありがとう。さあ、まずこれは開幕同じ動きもうこれだから、これだからキンクルミラーは苦手やねん。さあ、さっき煽っつか、なんか煽ってくる人、これさ強い人なんじゃないの、ぶっちゃけ。あー、なんか強い人しか煽られない気がするんだけど、大丈夫、みんな、あの弱い人も煽ってきてよ、弱い人が煽ってきてくれ。さあ、まずここはね、空前で一足先制していく。さあ、ここでまずは煉獄チャンスだ。さ、これさ、みんな俺が一足目バーストした後さ、崖に行って煉獄狙うの分かってるでしょだから絶対食らわないでしょ、そう思ってしまったんだけど、どうなんでしょうか。さあ、ここは復帰できるかできないか。はい、なんとか復帰できた。はい、これ回避しっかり植木をぶち合わせていって 132% 対 44%、まあ、キンクルミラーはね、正直何で来る。あっ、霹靂一閃使ってきた。おい、俺に霹靂一閃は効かねえぞ。言っとくけど、霹靂一閃ってあれマジで俺が編み出した技だからね。あの使ってる人見たことなかったもん、本当に。あの俺が動画ゲーム実況を始めるまでは。ちなみに、あの霹靂一閃に関してはね、あのガオガエンからねインスピレーションを受けました。あの技がね誕生日はちょっと話していいですか。あの霹靂一閃が誕生した日はなんですけど、あのなんで誕生したかっていうと、まあ、僕がね野良で、オンラインマッチやってたんですよ。そうしたらね、対ガオガエンで、あの僕がね崖外に出された時に、その相手のガオガエンが崖上で横スマを振ったんですよね。で、横スマ振ってきたから、おやった、攻撃上がり入るって思ったら、すぐ下スマ入れ込まれて、でそのままね、霹靂一閃状態になって、ああ、やっぱり当たんないよね。そう、まあそんな感じなんですよ。で、僕もちょっとこれ、あ、俺これキンクルでいけんじゃねみたいな、そんな感じでやってて、あの誕生したと。それは危ない。俺に水の呼吸は通用しねえぞ、たわしジャングルよ。ああ、なぜかって言ったら、俺は水柱だからな。俺が水の肩を、呼吸の全ての肩を考えたんだ。わかるか。ちょ、最後は俺、たわしジャングル、最後は俺、あおれ、おい、てめえ、お前本当にいいと思ってるのか。僕を煽ってさ。はい、成敗完了。あー、また成敗しちゃった。あー、また成敗だ。